ロゴクーパーミニはドイツの自動車会社 BMW が2001年に設立した自動車ブランドである。ブリティッシュモーターコーポレーション時代のミニをモチーフとして2001年に発売された新型モデル。BMW ブランド以外では初の FF 車、プレミアムスモールのフラッグシップとなった。旧型との区別が必要な際には BMC を仙台ミニ、クラシックミニ、 ローバーミニ、2001年以降を BMW ミニ、ニューミニ、大きいミニと呼称されることがある。ボディサイズは、軽自動車規格より小さかった仙台と比べて大幅に拡大された。各種ボディカラー、インテリアカラー、オプション装備を組み合わせることにより、バリエーションは約10万通りにも及ぶ。仙台が40年間キープコンセプトで生産していたのと同様、 モデルチェンジを経てもほぼ同じデザインを継承している。日本への正規輸入車種は AT のみの設定が多い。中、全車種全グレードで MT が選択可能であったが、カントリーマンのマイナーチェンジより AT 限定が設定されるようになった。1994年、BMW がローバーを傘下に収め、生産をはじめとするミニに関するすべての権利を有したことで開発がスタート。 当初はイギリスを拠点として、ローバーが中心となって進められ、1997年のジュネーブモーターショーで一般公開された。しかし、ローバーの経営は悪化の一途をたどり、BMW はローバーを切り離すことになったため、ドイツに開発拠点を移し、インチサイズのヤードポンド法から、ミリを用いるメートル法での再設計を行うこととなった。右与曲折の末、 2001年に発表され、日本では BMW ジャパンが3月2日をミニの日と名付け、2002年3月2日に発売された。スー・インドン工場 BMW は生産にあたり、オックスフォード近郊にある旧ローバーのカウリー工場を本社とする生産市会社の BMW マニファクチャリングリミテッドを設立し、オックスフォード工場として2001年4月から生産を開始。 BMW グループとなった後もミニの伝統を守る方針からドイツではなくイギリスで生産されているがカントリーマンとペースマンはオーストリアのマグナシュタイヤが生産している増産対応のため2006年9月12日よりミニプロダクショントライアングルと称される英国内産工場での生産が開始されたボディパネルのプレスシャーシコンポーネントとサブアッシーは スウィンドン工場、シャーシ、塗装、組み立ては、オックスフォード工場、以前ブラジルで行っていたミニ専用ガソリンエンジンは、バーミンガム近郊のハムス、ホール工場が担当している。2001年3月2日、発売開始。ボディは3ドアハッチバックと、コンバーチブルで、形式の R50 は、ハッチバックのワントクーパー、r 5にはコンバーチブル、R53 は、 ハッチバックのクーパー S を表す。基本グレードは3種類で 90PS のン、エンジン制御プログラムの変更により 116PS に出力を高めたクーパー、スーパーチャージャーを装着した 163PS のクーパー S。デザイナーはフランク・ステファンソン。エンジンは BMW とクライスラーとの合弁会社でブラジルに拠点を置くトライテックが製造する。 1.6リットルの通称トライテックエンジンを搭載。スーパーチャージャーの 1.6L は 1.4L から 1.8L のカテゴリーにおいてインターナショナルエンジンオブザイヤー42003、テンベストエンジン2005を受賞している。欧州仕様には 1.4L コモンレール式、ターボディーゼルを搭載する 1D も設定されており、このためにトヨタから欧州向けのヤリスとカローラ用の 1NDTV が 供給されていた。トランスミッションは、1とクーパーが5速 MT と CVT、クーパー S は6速 MT と6速 AT。サスペンションは、フロントにストラット、リアにマルチリンクを採用する。また、1は、バネやダンパーの設定が、比較的柔らかめなのに対して、クーパーは、前後ともスタビライザーを装備し、 バネ定数とダンパー減衰力を高めたスポーツサスペンションを、クーパー S はさらに小道の太いスタビライザーと固めのダンパーを持ったスポーツサスペンションプラスを標準装備している。コンバーチブルコンバーチブルクーパー2004年9月に発売された。電動ソフトトップを採用し、フルオープンまでの所要時間は約15秒。電動開閉が可能なだけでなく、 ウィンドシールド上部にあるスイッチを一回押すと4 0トルほど開いたところで一度停止するサンルーフモードとなり、再度スイッチを押し続けると、Z 字型に折りたたまれてフルオープンとなる凝った仕掛けとなっている。B ピラーを結合するロールバーがないため、サイドシルの板圧を増して補強プレートを追加し、ひねり合成を確保したほか、A ピラーのスチール製パイプによる補強、 アルミロールバーの追加、極太フレーム付きのホロ、側面衝突対策として、ドアの強化等が施されたことなどにより、重量は、ハッチバックのクーパー比で、約 130kg 増加し 1271kg となった。グレードは、クーパーとクーパー S。2007年5月、専用デザインのホイールや、レザーシートを装備、特別色を用意した、サイドウォークが発売された。 2004年、コンバーチブルの追加に合わせ、既存のサルーンもマイナーチェンジが行われ、ヘッドランプ周り、前後バンパー形状、リアコンビランプ割り付、け、リアフォグランプ配置、インテリアの見直しなどが施された。2005年、BMC 時代のモデルをモチーフに、それぞれポップシックスポーツをテーマとして、ドレスアップを施した、セブン、パークレーン、チェックメイトが追加。同時に、 バックミラーやドアハンドルなどインテリアデザインを中心にマイナーチェンジが施され専用色と特別装備が設定された。2006年9月、クーパーエースウィズ JCWGP キットという前、世界2000台の限定生産モデルが日本でも160台が発売された。11月、日本専用として 限定300台のデザイナーズチョイスが発売された。2006年のパリサロンで発表。2006年11月、クーパー、クーパー S が英国とドイツで発売開始。日本での発売は2007年2月24日。同年4月、英国を皮切りにベーシックモデルのワン、クーパー D が発売されたが、日本にはワンロミが導入されている。ハッチバックのサルーンは、 第2世代となったがコンバーチブルは初代が継続して生産され2009年モデルより新型へ移行した。なお、この台でバリエーションが一気に増え全7種のボディを持つようになった。形式については R55 はクラブマン、R56 はサルーンのワン、クーパー、クーパー S、R57 はコンバーチブル、R58 はクーペー R59 はロードスター、R60 はカントリーマン、R61 はペースマンを表す。オリジナルミニ同様、変わらない良さが基本コンセプトとなっており、外観は先代ミニとの区別が難しいほど類似しており、変えないことに対する意志が強く表れている。ボディサイズは前後左右に 20mm ほど拡大された。ヘッドランプはエンジンフードから、 車体側に固定されたため、コスト低減とともに、フードの開閉も軽くなった。燃費、少資源や安全面は相応の改良が施され、進化しているが、R53 クーパー S と比べ新型クーパー S の、車重はプラス3 0ラムの1 2 1 0ラムとなった。2013年7月11日、世の中で長く愛され続ける秘訣を探るため、 日本のゆるキャラであるクマモンがオックスフォード工場を訪れた。これはイギリスの国民的キャラクターベアであるパディントンベアから招待されたためである。パディントンベアとのツーショットが実現したのはもちろんサプライズとして R57 をベースとしたクマモンミニも披露された。このモデルは2016年現在、クーペ、オープンカーを除いて日本国内で 新車販売されている数少ないハードトップの車種である。エンジンは BMW とフランスの PSA グループとの共同開発によるプリンスのコードネームで呼ばれた新型。バルブトロニック技術を採用した直列4気筒 DOHC1.6 リットルのクーパーと通常のバルブ機構を備えた1.6リットルツインスクロール直噴ターボのクーパー S。 2007年に1.4リットルのワンと1.6リットルターボディーゼルのクーパー D が追加されたことによりディーゼルエンジンに関するトヨタとの提携関係は解消された。トランスミッションはゲトラグ製6足 MT とパドルシフト付きのアイシンオータムウィンター製6足 AT が用意され油圧制御式指式タバンクラッチの制御問題から評判の 良くなかった CVT は引き継がれなかった。後期モデルからは MT 車にアイドリングストップ機構が追加された。クラブマンクラブマンシリーズ初となるエステートで往年のシリーズ名からクラブマンと名付けられた。発売に先立つ2007年7月29日から写真と動画が配信。日本ではクーパー、クーパー S の展開となり2007年10月の 東京モーターショーで発表と受注が開始され、2008年3月2日に納車が開始された。2005年のフランクフルトモーターショーで発表されたコンセプトカーのスタイルを踏襲している。全長は1と比べて 240mm 長く、ホイールベースも延長された。アシメトリッククラブドアと呼ばれる左右非対称ドアを採用し、車体右側にのみ、観音開きの 小さなリアドアが追加されている。このクラブドアは、マツダ RX-8 や、トヨタ BB オープンデッキ、サターンアイオンクアットクーペなどと同様に、全席ドアを一旦開いてからでないと開けることができない構造である。バックドアは、左右対称のカノン開きで、ヒンジの中心線が垂直ではなく、前傾しているところなどもオリジナルに習っている。コントラストリアピラーと呼ばれる。 車体後端の隅は外反と異なる色で仕上げることが可能で、これも王子のウッドフレームを彷彿とさせる。リアのコンビネーションランプを囲む部分はバックドアのヒンジを兼ねているため、ドアを開けた場合もランプ類は車体側に残る構造となっており、必死人性を確保した上でヘッドランプとエンジンフードの関係を反復する遊びも見せている。クラブマンの派生車種として、 商用パネル版のクラブ版がある。2012年のジュネーブモーターショーでコンセプトモデルとして発表され、後に日本市場にも少数ながら導入された。クラブマンとの大きな違いは2シーターであることと、リアクオーターウィンドウ部分にボディ同色のフィルムが貼られていること等である。後部座席がないため、ラゲッジスペースは クラブマンの260リットルに対し860リットルとなっており、車重も50キログラム軽量である。日本では各種放棄の関係で4ナンバーではなく5ナンバーとして登録される。コンバーチブル2009年に追加された。グレードはクーパーとクーパー S。ソフトトップは走行時でも30キロメートル以下であれば動作可能となっている。横転時の安全を確保する。 ロールバーは仙台の固定式から格納式となり、横転を検知すると0.15秒で伸長する。過失容量は仙台比でプラス 5L、鉱石を倒した状態ではプラス 55L に拡大された。カントリーマンカントリーマンクーパー2008年のパリサロンで発表されたミニクロスオーバーがルーツで2010年1月に発表、同年9月より、 欧州で販売を開始。シリーズ初の4ドアであり、クロスオーバー SUV でもある、同社のボディサイズは、全長 4105mm、全幅 1790mm、全高 1550mm で、ホイールベースも 2595mm と、シリーズで最も大きく長い。全長は、サルーン機でプラス 365mm、 エステートのクラブマンと比べても 125mm 長く、全高は 1561mm で、サルーンキプラス 120mm となる。日本仕様の特徴として、機械式立体駐車場への駐車できるように、ルーフアンテナのマウント形状を日本専用に開発し、全高を 1550mm としている点が挙げられる。幅が、mm、を超えるため、 日本で正式発表されるシリーズでは、初の3ナンバー登録者である。インテリアは独立タイプの鉱石が標準だが、オプションで3人掛けのベンチシートも用意。スライド機構とリクライニング機構を備え、加湿容量は通常で 350L。鉱石を格納すると、最大 1170L となる。足元、頭上、ショルダー周りが広く、 シートポジションは他たモデルより高めとなっている。特有の装備として、センターコンソールの代わりに、ミニセンターレールが採用され、小物入れやドリンクホルダー、外部オーディオ機器などを自由に装着可能となっている。初代ラインナップは、ワン、クーパー、クーパー S、クーパー S で 4WD も設定される。エンジンは、すべて 1.6L で、ワンとクーパーが、 それぞれ最高出力 98PS と 122PS、最大トルク 15.6kgM と 16.3kgM のな、クーパー S、クーパーエースオール4には最高出力 184PS、最大トルク 24.5kgM を発生するツインスクロールターボを搭載。クーパーエースオール4はシリーズ初となる 4WD システム、ミニオール4を採用。 ファイナルドライブに直接取り付けられた電子制御油圧式ディファレンシャルによって前後アクスルの駆動力配分を無段階に制御。駆動配分量は走行状況に応じて前後0、100から100、0まで自動的に変化する。2014年9月8日のマイナーチェンジにより、クーパー S が廃止され、ディーゼルが追加された。ただし、ディーゼルは AT 限定となり、 全車種全グレードで MT 選択ができなくなった。ラインアップは1、クーパー、クーパー SD、クーパー D で 4WD も設定される。エンジンはディーゼルが 2.0L となり、クーパー D、クーパー D オール4には最高出力 112PS、最大トルク 27.5kgM を発揮する。 ターボディーゼルを搭載。クーパー SD には最高出力 143PS、最大トルク 31.1M を発揮するターボディーゼルを搭載。クーペ2011年6月20日、シリーズ5番目のバリエーションとして追加された。同年9月27日、日本仕様の発表と同時に予約を開始した。グレードは、クーパー、クーパー S、ジョン・クーパーワークスの3種。 シリーズ初の二人乗りであり、同時にボディ後部にリアデッキがあるサンボックス型でもある。ミニではクラシックなグランツーリスモスタイルと表現している。室内はリアシートを備えない代わりに、加湿容量はハッチバック比でプラス 120L の 280L を確保している。エクステリアはフロントウィンドシールドがシリーズ中最も大きく傾斜し、 車高もハッチバックより 40mm 以上低い。また、ヘルメットルーフと呼ばれるルーフは2トーンカラーで塗り分けられ、その後端に帽子のツバを連想させるスポイラーを装着。加えて、トランクリットには、走行速度が時速 80km を超えると、自動的に競り上がる格納式のウィングも備えている。ロードスターロードスターコンセプト2011年10月30日。 シリーズ6番目のバリエーションとして2009年のフランクフルトモーターショーに出品されたミニロードスターコンセプトを市販化したミニロードスターを発表。グレードはクーペ同様、クーパー、クーパー S、ジョン・クーパーワークスの3種。日本仕様は2012年1月19日に発表、受注を開始。なお、日本では登場を機に、 モテイトモヤスとのコラボレーションモデルを特別に制作することを発表。後に、フォーテックスミニー、コラボカーとして、ブラックのロードスターをベースに、ホワイトの幾何学模様を模したギタリズムモデルとレッドのクーペをベースに、ブラックの炎を模したブラックファイヤーモデルが制作され、全国各地で展示されている。同じオープンモデルでもある。 コンバーチブルとの決定的な違いとして、ニシーターで独立したトランクを備えていることが挙げられる。これはコンバーチブルがサルーンをベースにしているのに対し、ロードスターがクーペをベースにしているためである。ソフトトップの開閉は手動式を採用し、ベースのクーペ同様に格納式ウィングも備わる。なお、後期モデルについてはオプションで、ソフトトップの電動式開閉を選べるようになった。 2015年2月12日、クーペとロードスターの生産終了が明かされた。ペースマン2011年1月、デトロイトショーで世界初公開、2013年3月に発売された。カントリーマンをベースとしたサンドアのクーペ仕様で、ミニではクロスオーバー SUV ではなく、サクとしている。名称はミニブランド全体を、 ペースメーカーのように引っ張ってゆくモデルになってほしいとの願いから名付けられ、リアゲートに名称のエンブレムがつく。初代グレードは、クーパー、クーパー S、JCW で、カントリーマンと同様に 4WD も設定される。2014年9月8日のマイナーチェンジにより、グレードは、クーパー、クーパー S、クーパー D が設定されている。カントリーマンと比較して、 スポーティーなセッティングとされているほか、ボディサイズは、全長プラス 15mm、全幅マイナス 5mm、全高マイナス 20mm。加湿の容量は、マイナス20リットルとなる330リットルで、リアシートを畳むことで1080リットルに拡大する。ミニの生みの親であるサー・アレック・イシゴニス生誕107年に、当たる2013年11月18日。 オックスフォード工場で世界初公開。2日後の11月20日には、東京モーターショー2013でー初発披露。2014年のジュネーブモーターショーでは、ドア数の変更と合わせ、クラブドアが観音開きからすべてマイヒンジの一般的な4ドアに変更された、クラブマンコンセプトが公開。7月には5、ドアハッチバックの生産が開始された。ボディサイズの拡大により、 日本では3ナンバー登録となる。プラットフォームは新開発のユクル並びにユクル2が採用され、ホイールは4ケツから5ケツへ変更され、PCD も100から112に変更された。なお、回54はクラブマン、回55は5ドア、回56は3ドア、回57はカブリオ、回60はカントリーマンを表す。エクステリアは、 アイコニックデザインを踏襲した先代のキープコンセプトだが、インテリアは初代から採用されていたセンターメーターが廃止されたことに伴い、スピードメーターは一般的なステアリング奥へと変更された。センターメーターが設置されていた位置には iPhone や Android 端末にも対応するミニコネクテッドを備えたセンターディスプレイが設置され、オプションで車速を表示する。 ヘッドアップディスプレイも設定した。エンジンはガソリンディーゼルともに直列3気筒 DOHC12 バルブの1.2、1.5L、直列4気筒 DOHC16 バルブの 2.0L。BMW グループのツインパーターボテクノロジーに基づくターボ仕様で CO2 排出量は 96PS。 7 0ットのディーゼル 1.2L が最小の8 9ートル、最も高出力な 221PS、1 6 2キロワットのガソリン 2.0L では1 7 2グラムキロメートルとなっている。トランスミッションは6速、MT または6速 AT。日本仕様はエコカー減税の対象となるよう、ドライブトレーンが独自に調整されている。 オプションのミニドライビングモードは走行特性を標準の MID、ハンドリング重視のスポーツ、燃費重視のグリーンから選択可能。同モードを搭載する AT モデルにはコースティング機能が備わる。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアがマルチリンクの基本構成は同じだがストロークが改善された。オプションとして2段階に可変する電子制御式の ダイナミックダンパーコントロールが設定され、ドライビングモードとの組み合わせで、連動制御が可能となっている。安全面では、5km 時速 15km で作動する、自動ブレーキのドライビングアシスト、ETC 内蔵のルームミラー、LED ヘッドランプ、アクティブクルーズコントロールなどが新たに採用された。また、前モデルでは、MTCO のみに採用されていた、 アイドリングストップ機構が AT 車にも採用された。また、クラブマンにはミニ市場初となる電動式パーキングブレーキも採用されている。2019年現在、世界的に見ても採用例の少なくなったハードトップ車であり、日本国内でクーペ、オープンカーを除き新車で購入できる数少ないハードトップ車である。ジョン・クーパーワークス WRC オール四。 レーシング BMC 時代同様、ラリーを中心に活動している。2011年、プロドライブが BMW ワークスとして、ミニチョン・クーパーワークス WRC で、WRC 参戦を開始。2012年のラリー・モンテカルロで、ダニ、ソルドガニー入賞するなどしたが、2月にプロドライブと、BMW の関係が決裂。代わって、チームミニ・ポルトガルが、 ワークス指定を受けたが、結局2013年に、ミニは WRC から姿を消した。WRC と同じく2011年から、これまで BMWX3CC で、ラリーレードに参戦していた X、レードラリーチームの手により、X3CC のボディをカントリーマンとしたミニオール4レーシングで、ラリーレードにも参戦。エンジンは、 同じ直列六気筒ディーゼルの3.0リットルツインターボで最高出力 315PS231kW 最大トルク 72.4kgm710nm を発生する。ダカールラリーでは2012年と2013年にステファン・ペテランセル2014年は何ロマ2015年にはナサール・アルアティアが勝利し砂漠の王者の地位を築いた。 2016年と2017年は二輪駆動のプジョー3008の後陣を廃したため、2018年は従来の四輪駆動車4台に加え、二輪駆動のバギー3台の計7台を投入。その後も両駆動形式での参戦を続けたが、2021年はついに二輪駆動を2台のみに絞り、それでも総合優勝を果たしている。サーキットレースでは、ベイ・ムムサの コンチネンタルタイヤ、スポーツカーチャレンジにラップモータースポーツをワークス支援する形で参戦している。ありがとうございます。